私たちは、陽光大団地に住んでいる健さんという63歳の男性に出会いました。彼は陽光大団地に住み始めて38年になります。私たちは彼の優しい人柄に惹かれ、彼が団地で暮らした38年間にどんなことがあって、団地に対してどのような思いを持っているのか知りたいなと思いました。38年の間にはいろんなことがありました。 結婚し、子供が生まれ、そして巣立っていきました。そんな中で私たちが最も興味を惹かれたのは、ケンさんが同じ陽光台団地の中で2回引っ越しをしていることです。同じ団地内で引っ越すので、変わるのは部屋の大きさくらいで、周りの環境は変わりません。彼はなぜ団地を離れないのでしょうか。ケンさんは去年、膝を悪くしました。 ケンさんの住む団地にはエレベーターがありません階段の上り下りの負担を心配した子供たちに勧められエレベーター付きの民間のマンションを探したこともありましたでもそれはもうやめたと言います一度団地に住んじゃうとね南に三間日当たりのいい部屋があるのってなかなかないのというケンさんの言葉に彼の団地への愛着を感じました 今回私たちはこうして、ケンさんの人生のお話を聞かせていただいたわけですが、最初からこのようなお話が聞けたわけではありませんでした。今回の課題は、団地に住んでいる人と出会い、その人との関係を深めていくことが求められるものでした。ケンさんと私たちはお互いの予定が合わず、なかなかお会いすることができなかったこともあり、私たちは早く距離を詰めなければならないと焦っていました。距離が縮まらないまま、 私たちのやりりたたいいいここと、知りたいこと知を押ししし付けてしまいました。でもそうして自分本位に振る舞っていた時には研さんとの距離はなかなか縮まりませんでした人と出会いその人の暮らしに介入するということはとても慎重で謙虚に行わなければならないんだなと改めて実感しました私たちは普段人への気遣いを当たり前にやっているはずなのにフィールドワークとなるとそれを忘れてしまいがちですでも、 フィールドワークだって普段人と関わることと何も変わらないはずでだからこれからはもっともっと相手への気遣いを意識してフィールドワークをやらなければならないと思いましたそう思い直して誠実にお話を聞いていたらケンさんと私たちの距離はごく自然に少しずつ近くなっていきましたジャングルジムの前で撮ったこの写真はケンさんがよく子供たちと来たという陽光台南公園で撮りました 健さんと私たちの関係が親しみのあるものに変わっていったことがこの健さんのはにかみ笑顔から感じられます。